はい、お疲れ様です。お疲れ様です。内横院1泊2日の鹿児島旅行でしたけど、すごいですね、ツアーコンタクター。いい、ニヒちゃん。かなり距離的にも400キロぐらい走ったのかなと思うんですけど、お疲れ様でした。お疲れ様です。まあ、最後はですね、桜島、あそこだけは連れて行きたかった長渕さんのコンサートをやったところで、サーファーに歌ってもらおうと思ってたんで、まあ、最初からそのつもりだったんで、残念ながら桜島見えなかったんで、そうなんです、ね、まあ、これはもう一回来いということだと思いますので、ね、はい、まあ、次回はお楽しみにして、そうですね、錦江湾だけはしっかり見えてるんですけど、桜島が見えなかった、やっぱセットでやるのって見えなきゃいけないですか、まあ、フェリーもね、ね、カーフェリーも良かったですね。あんな風に、ね、短い時間で、それまではもう下手すれば、ね、1時間半以上かかったようなところがあっという間にカーフェリーで行けるという非常に良かったですね。こんな形で我々ネット依存症を救う会ですね、まあ、本当にいろいろな日本の心を学ぶというテーマでですね、いろいろなところに、まあ、私としてはサーファーと若林さんに学んでもらいたいということでいろいろ目いっぱい企画していますが、まあ我々だけの旅行じゃなくて、皆さんもですね、ぜひ行きたいよっていう人をですね、私たちは声を出してもらいたいです。もう喜んで歓迎しますので、そういう人たちこそですね、私たち一緒に日本の良き心を一緒に学ぼうと思いますので、そうですね、本当に楽しみにしてます、待ってます。そうですね、で一応12月に予定を、まあ、広島ということで、まあ、広島というよりも連れて行きたいのが、はい、呉の、はい、大和ミュージアム、あと海軍墓地、はい、足を伸ばして江田島、まあ、今は自衛隊ですけど昔の 海軍兵学校のところにも行ってみたい。そうですね、まあ、その辺企画して、まあ、日程調整したらですね、まあ、公開したいなというふうに思いますね。でも本当にお兄さんありがとうございました。いろいろ本当ね、いや長渕隆になれたと思いました。うん、まあ、最後はですね、二兵どもを探せというところで、そうなんですね、はい、まあまあこれ最後に動画アップロードしてる頃には全て皆さん見てると思いますけど、もう最後はね、二兵さんを探しまくってましたからね。まあお疲れ様です、はい、いや本当お疲れ様でした。で便が違うんでね、二兵さんと若林さんは先に18時半40分の JAL、はい、で僕が、19時30分の ANA ということで、本当今日ここでお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあ皆さん、バイバイ。